ちょっと変わった楽器でね、工人という楽器があります。どんな音がするのか、ちょっと皆さんびっくりするような、ね、音がしますので、工人という楽器を、ね、ご紹介していただきたいと思います。皆さん、谷口さん、ね、皆様こんにちは。今紹介していただきましたアゲイズと言います。普段はギターを作っております。そしてまあ趣味が高じて最近は、鉢も買っておりまして、まあこれも一応販売をしておりますので、まあプロということになるんでしょうか。最近ギター作りをして、まあ、ギターを演奏すればいいんですけれども、ちょっと指の調子が数年前から悪くなりまして、最近は今紹介があったようなこんな変わった音符を使って遊んでおります。この口琴という楽器はですね、まあ、音符なんですけれども、まあ縄文時代の前後にですね、もう使われていたと。発祥の地はモンゴルからバイカル湖付近だと言われております。そこからユーラシア大陸全土に広がりまして、まあ皆さんご存知のように、アイヌ人のムックリ、まあ、これは竹製の口琴でございますし、それから、東南アジアの方へ行きますと数多くありますインドネシア、フィリピン、ベトナム、それからニューギニアの高地人も木製の音符、口琴を使っております。今日使わせていただくのはベトナムの、中国との国境付近のモン族という人たちの使っていた、現在も使っているんですけれども、真鍮製の口琴です。素材は最近鉄とか真鍮とか竹とか木とかたくさんありますけれども、ベトナムのモン族はこの真鍮製の手作りの音符で奏でております。まあ、本来シャーマンがですね、霊魂との対話のためにこの音符を使ったと言われておるんです。それでは最初にいくつかの口琴を使いまして、いろいろの音を出してみます。こういうものなんですけれども、ちょうど風が電線に当たると音が出るあんな原理なんですけれども、それではそれを口で増幅させまして音を作ると。こんな音になっています。でこの音をもう少し太い大きな音にしますと音が低くなっていきます。なりますともっと低い音が出てきます。こんな太いのがございまして、
こんな音がするんですね。それでは今日はその中間の これを使ってですね、少しいろいろの、曲というものではないんですけれども、これは擬似音なんですね。そういうものをいろいろやってパターンをやってみます。私の住んでいるところは小バスの多摩川の片側にあるんですが、夜遅く昔勉強などをしておりますと、稲荷山の方から汽車が SL のですね、汽車が上がってきます。シュッシュポッポシュッシュポッポなんですが、これは気球によると、こんな坂なんだ坂こんな坂なんだ坂とこう上がってくるんですね。そんなものをちょっと真似てみますと、こんな感じになります。はい、ないようであるんですね。それからリズム楽器としてもですね、これ使えるんです。太鼓ですね、音のバックでこう叩いていくっていう、私大変面白くて対応するんですけどもね、これはちょっとテクニックがありまして、口の中でヘラをヨヨヨヨってこうやるんですね。口の大きさによって音程が変わりますから、いろいろによってこう微妙な変化があるのが面白いです。全て即興で同じものを2回やるといってもこれは無理なんで、その時の気分でいろ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 音ができるというのがこの抗菌の特徴でございます。それじゃあ最後にですね、抗菌言葉というのがありまして、人はですね、声帯を震わせて口の中で「あいうえお」と音を作るんですが、声帯を止めて、この抗菌がですね、声帯代わりです。例えばこうなります。あいうえおかきくげおに聞こえましたでしょうか。それではこの抗菌言葉を使いまして、般若心経を唱えてみたいと思います。般若心経という、お経はですね、抑揚があまりありません。ですからこの抗菌にはぴったり合うんですね。ちょっと自慢ですけれども、抗菌を、操ると言いますか、
人は筑波市にはそうはおりません。長野県にもそうはおりません。しかも、般若心経を唱える人は、まあ、お寺のお坊さんだけでなくて一般の人も般若心経はできるんですけれども、般若心経と黄金の組み合わせは、これはちょっと世界にはいないのではないかと私は思っております。それではそれをやらせていただきます。気になったと思うんですが、これです。これはですね、ちょっと奇妙な格好になりますが、これはエスキモの、雪メガネでございまして、これちゃんと外見えるんですよね。これやるとちょっとまた雰囲気が変わるんですが、ちょっと最初恥ずかしくてこれをやりませんでしたけども、こういうのもあるということを最後にご披露させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。非常にユニークな楽器ですよね。初めて弾かれた方もいるんじゃないかなと思いますけども、ご興味のある方はぜひアニメさんのところに行くと、いろいろ、見せていただけると思いますのでね。で、コーチのね、指導もなんかお子さんにされてるんですよね。そんなこともやってます。非常にアクティブにこう活動されてる方です。